小沢論外、鈴木小太郎、陽平が入ってまいります。今日は混合の対戦で出てまいりました。伏せ者の小沢を中心に活発に動いていますペロス。ペロスにはこの男もいます。ノアジュニアのトップファイター、鈴木小太郎。ペロスを日本に持ってきました小沢論外です。この軍団でのし上がるか、野望に燃える傭兵。おっとペロスが先制攻撃。乱闘の中試合が始まりました。ゴールが鳴っています。いや、奥さんちょっと荒れ模様になりそうですね。 いきなりですね、さあ場外線放送席の目の前でも乱闘が繰り広げられております。井上さん、はい、このジュニアの軍団構想、今4軍構想ですけれども、これがまた激化してるんですよね。そうですね、そこに来てあのペロス・デルマールで運んできましたからね、ここがね野沢選手のね仕掛けというか勢いが一気に来てますよね。さあ覇王と鈴木小太郎が激しくやり合っております。ロープを振っていったのは鈴木小太郎、滑り込んでいったのは覇王であります。しかしうまく足を払っていった、キックで払っていきました鈴木小太郎。ロープワークになった、おっと飛び越えようとしたところをキャッチしました鈴木小太郎。エクスカリバーを狙いますが、おっと丸め込んでいったのは覇王です。まだ攻防が続く。ロープへ飛んでいく、おっとヘッドスタンス、ドロップキック。そして2人がフォローに入ります。混合ジュニア3対1という局面を作りました。鈴木小太郎を寝かせて、おっと3人で列を作ってエルボードロップを連発していく。これが得意の連携、混合ジュニアです。今ジュニアのベルトはシングルがスティンガーの早田、タッグは正規軍の原田大原が保持しています。したがって井上さん、はい、この現在2チームにはベルトがないんですよね。そうですね、今日日高選手がね、セミファイナルで早田選手の JC ジュニアに挑戦しますけど、そこに向けてね勢いをつなげる意味でもペロスはね、やはりこの試合ものにしておきたいところですよね。ですね、お小太郎がトリッキーな動きを見せていきます。うまくパワーボールの体勢にさせました。すごいですね、いや素晴らしいアイデアですね。そしてあっとピット、鈴木小太郎すごい得意のビットを披露していきます。そして今度はペロスサイドが2人がかりの攻撃です。これも5カウント以内なら認められるということになります。スープラトン、テイクのドロップキック、サンドイッチのドロップキック、ノサロンが素早くカバーできます。沖さん、非常にジュニアの攻防は目まぐるしいですね。いや、やっぱ動きがみんないいっすね。ノサロンガイがメキシコ流のジャベで2本を捉えております。ノサロンガイ、このペロスを日本に持ってきました。さらにはドラゴンゲートからエータというこのドラゴンゲートの看板選手をノーマットに連れてきました。これはノサロンガイ選手のなんか、そういう部分ってとってもすごいですよね。そうですね、まあ、そのエータ選手は井上さん、はい、今後また参戦してくるでしょうね。そうですね、ドラゴンゲートはやはりあの 7.31、8.1 のコールワールド大会というビッグマッチが控えてますからね、まあ、その後から本格参戦になってくるんじゃないかなと思いますよね。小沢選手はあのエイタの予告編は終了だと言ってましたから ね、近日公開ということでね、どんなファイトをするか見どころですよね。いやでも大木さん、本当に小沢選手の人脈というのはもうどこまで広いんでしょうね。本当になんか人脈が本当広いイメージありますしね、やっぱこうやっぱ仕掛け人としての顔もとっても面白いし、そうですね、いいですね、やっぱし、まあ、プロレスにはこういうその存在っていうのは不可欠なんですよね。いや不可欠です、非常にこの杉浦君の、まあ、この影の司令塔としても活躍しておりますノサワロンガイ。さあ再び鈴木小太郎が入りました。ちょっと仁王が受けに回っています。こちらはコーナーからのカメラ、鉄柱につけられたカメラであります。さあロープを振っていった鈴木小太郎、おっとフライングフォアで、さあ覇王が入ります。傭兵がその覇王を場外へ出しました。混合サイドは
剣を率いる軍団のジュニア部隊であります。 7.11 仙台大会で覇王と忠助がジュニア単行座に挑み敗れました。ただ井上さん、はい、本当にこれは彼らのベストバウトともいえる素晴らしい内容でしたよね。そうですね、原田大原と本当にね接戦でしたよね。しかもこのやはりベルトはないんですけども、混合ジュニアはねいつもタイトルマッチでかなりいい試合をしますの で、 そ、 うです、ね、まあ、その存在感をねいかに形にできるかっていうのがこれからの課題となってきますよね。まあ、そういった部分も含めてこの忠助がその前回敗れた後に新しい仲間を連れてくるというふうに言っていましたけれども、これ戦力補強するということですね。そうですね、これがね野沢選手の常套手段なんですよね。あの X というかね、なるほど、それをねあえて混合でやってやろうっていうね忠助選手 の、 ねその意気込みは買いたいですよね。しかしペロスが波状攻撃です。おっと身を取り囲んでストッピング、混合のアピールをあえてこの真似して挑発していきました。ペロスこれは混合にとっては屈辱ですよ ね、 そうですね。5分が経過しました。さあここで小太郎ファンネル、おっとそのファンネルをキャッチして、ああ横からハオがドロップキックです。さらにニオがブレンバスターの体勢、アッパー小手ボディのエルボー、ワンツーエルボー、スイクタロウ、しかしカウンターをブレンバスター、カウンターブレンバスターです。ニオ、ニオ選手捕まりかけていたのでここで逃げ出したのは大きいですよね。なるほど。さあ忠助と陽平、元ラーテルズの2人が向き合います。忠助勢いがあります。ジュニアの中でも非常にパワーのある選手。お忠助がもうサードも突っ込んでいく。これは野沢に必要に井上さん言ってますね。そうですね、しかも、鈴木小太郎選手が倒れないように抑えているので、なるほど、強制的に食らうことになってますね。ちょっとこの小太郎のフォローが裏目に出ているかもしれません。野沢選手は逆に落ちたいという、落ちたいんだけど落とさせてくれない、とんでもないループに入ってますね。そうですね、鈴木小太郎が支えることによりまして、はい、野沢が余分に攻撃を食らってしまいました。ですね、しかも忠助選手に勢いを与えてしまいましたね。はい、忠助乗ってきました。場内は手拍子です。忠助が乗ってくると手がつけられない選手、おっとこれは馬取りの要領で飛び越えていった。傭兵、傭兵も身軽であります。忠助カウンターのブーツ、あーダルキック、傭兵選手もあの髪の色をね赤と白ということはペロスカラーということですかね。これはペロスカラー、なるほど、 T シャツのところにね黒字ですけど白と赤ですからね。そうですね、まあ、この傭兵はペロスのキーマンといえます。現在吉岡誠輝と交渉中、キャラクターもちょっとギラギラしたキャラクターに変わりました。バスケが後頭部振り下ろすようなラリアット。んだよ、ハオとリオがダブルのドロップキック、ノサーブロンゲが場外、小太郎も場外です。それを見たハオリオが同時にトッペスイシーだ。放送席の目の前、トペスイシーダが飛んでいきました。大迫力、大木さんの目の前でしたね。目の前も目の前、こういうのをみんな、ね、会場で見てほしいな、あ、忠助もいきそうです。これも大木さんの目の前ですが、忠助飛び込みよ、すげえ、すげえ、素早いですね。しかもね、そしてもうあっという間にリングに傭兵を入れました。この傭兵に攻撃の照準を絞りました。今後が次々で襲いかかってくる。ここからがまた今後は早い、覇王がなだれ式フランケン、そして忠助と仁王が3人でのそのまま行く合体スーパーパワーボム。忠助がとどめを狙います。軍団作戦、忠助に託しました。ラリアット、忠助体重の乗った時短だラリアットはカウント妨害されました。すごい入りました。今エグいでした、一発でしたね。ここでハオと日本が、ねはい、捕まえきれてれば、まあ、勝利だったでしょうね。
ちょっと混戦になってきました。複数の選手がリングに入っています。おっとドロップとホールド、ロープに固定して小太郎がファンデル、鮮やかに決まった。そしておシャイニングロンザード、まあ、今度はペロスが一転してチャンスを迎えます。この野沢選手の潤滑油のような、ね、動きは素晴らしかったですね。お膳立てして傭兵に託すか。傭兵しかしまだダメージがあります。しかしおっと、うまく丸め込んだヨーロールで、おっとカウンター2つ、なんだ今の、返しました。そしてあ、忠助がラリアット、これも決まらない。どちらも決まってもおかしくない、意地だよね、これは意地だよ。もう同じ釜の飯を食っていた2人であります。次の一手ですね、次の一手を打った方がかなり有利になります。いや傭兵がちょっと朦朧としている、足がまだふらついています。忠助、おーっと顔面 G、 すげー、カウンター顔面 G のスリーカウント、傭兵が逆転勝利。いや今冷静に狙ってましたね、皆さんね。そうですね、タイミングを図ってましたよね、ただ忠助選手途中からね、やはりかなり調子に乗らされていたのかもしれないですよね、ペロス軍に、あれだけ乗らされて勢いでいけると思ったところに傭兵選手のカウンターというね、もしかしたらペロス軍の作戦通りかもしれないですね。なかなかそういった大きな駆け引きも見られましたね。駆け引きもありました。やっぱ傭兵選手のやっぱあの打点の高さ、いやー見てて素晴らしいです。最後はカウンター狙いすました。カウンターの顔面 G で、いやー見て待ってたか、はい、忠助を下しました。傭兵が厳しい表情、さすが険しい表情で下がっていきます。ジュニアのレベルの高さが垣間見えました。この試合勝ったのはペロスでした。いやそうなんですよ、忠助選手も体でかいですからね、本当に本当ですよね。さあ今日のメインイベントは GAC タッグ王者決定戦です。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア、月額900円、レッスルユニバースで戦いの全てが見放題。最先端をひた走る迫力の映像と人間参加と呼ぶべき未曽有のドラマ、そして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき、今一番かっこいいプロレスを見逃すな。レッスルユニバース。